入れてくれ。あ、今日挨拶してもらえるかも。それで聞く機会を設けましょう。あ、もう一度挨拶をお願いします。すげえ、前回のチャンスをくれた。クソ丁寧に挨拶したの。はじめまして、一期生の樋口楓です。よろしくお願いいたします。圧強くない？一期生の。ちょっと泣いちゃってる。なんで泣く必要があんのやろ。聞くか。どうして二時三時に？どうして二時三時に？なに、面接始まってる今。どうして二時三時に？やべえ、これ落とされる、落とされる俺。ミスったら。おもろそうだったからです。あ、結構キッズなんかな。おもろそうだからっていうのはキッズかもね。正直でいいですね。わかった。正解だったっぽい。キッズですか。バカにされてね。俺今日ここで死ぬんか。どっちかっていうと年寄り寄りですね。年寄り寄り。17歳以上やったら、まあ、キッズではないからな。随分お若く見えますが、17歳以上ですか。ちょっと待って、手汗やべ、それは大人ですね。失礼いたしました。配信頑張ってください。あ、100歳超えてんの。100歳超えてんだ。そりゃもう面白いからって理由になるよね。100年も普通っていうかに生きてたらおもろいことしてってなるよな。だ、17歳でさえもこの人生もうつまんねえとか思ってなんかねえかなーと思って2時3時入ったのに、100歳やったらそうなるよな。な、何が正解か教えてくれ。ありがとうございます。感謝の意を込める。はい。あ、待って、ちょっとこれでいこう。必要、何か必要なものとかありますか。何が必要なものとかありますか。骨ブロックぐらいですかね。よし、今すぐ行くぞ。今すぐに行くぞ。いくらでも犬になるぞ俺は。そう、急に集めてきます。骨粉でいいな。骨粉でも大丈夫です。今すぐ行こう。骨ってさ、ネザーで集めれるよな確か。あー、先輩のトラップ。いや、それはだって違くない？それ俺じゃないもんな。存続が関わる重要な任務だぞこれは。ズルがバレたら、カンニングがバレたら殺されるから、自分の手で集めよう。5スタックあれば完璧ってことは、つまり6スタック必要ってことだ。これはトラップ。これ5スタックで十分だよって見せかけて、本当は6スタックないと試験には合格できない。俺この任務成功させて2時3時で平和に暮らすんだ。ネザーまで行ったね。いや、パワハラやなんか言われそうやな。じゃあ、これをあげよう。うん。お礼に。梱包するときに名前つけよう。どうしよう。今のうちに考えとこう。いい名前ねえかな、なんか。ラッピングしよう、ラッピング。あ、犬にしてくださいにする。犬にしてくださいにしようぜ。けど。ああ、びくぞ。先輩、お守りします。わー、すごい。どうですか、どうですか。犬にしてください。すごい。犬で OK。 やったー、やったー、犬になった。餌だよ、餌だよ、一生ついていきやす。一生ついていきやす。腐った肉、腐った肉、腐った肉は
食べない。走れ犬。いやう、美味しいです、すごく美味しいです。よし、これで正式に俺は犬になった。エメラルドくれた。え、ちょっと待って、エメラルド、やべ、俺腐った肉渡されたと思ってたわ、ずっと。俺腐った肉渡されて、これ食わなきゃお前犬にはなれねえぞって言われてんのかと思った。二次三次サバのものは私のものだからいいよ。うわ、絶対的権力者。